グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。キンコンカンコン、キンコンカンコン。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはカルオです、今回リクエストをいただいた方々はこちらです。トゥトゥトゥーンということで、たくさんいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、2週連続資料館シリーズ第2弾、アナベル資料館の人形、これについてお話しします。まあ今タイトル、今回のね動画のタイトル出てると思いますけど、ちょっと不穏な空気が流れていますね、このタイトルねまずは基本情報からいきましょう。2014年公開ですね。監督はバタフライエフェクト2のジョン・アール・レオネッティさん。あの名作バタフライエフェクトではないですよ、2の方です2、バタフライエフェクト2のジョン・アール・レオネッティさんですね。脚本はイット・それが見えたら終わりのゲイリー・ドーベルマン、そしてサンライズ・団子さんということですね。まあ、今回からね、こう代表作っぽいタイトル、その人が関わった映画のタイトル入れようかなってちょっと思ってやってみましたということで、このアナベル資料館の人形をですね、まあどうやら調べた限り、資料館の大ヒットを受けてスピンオフという形で制作されることになったんだよということなんですよね。ということで、資料館はいつだったかっていうと、2013年の7月19日に公開になったわけですね。で、まあ、大ヒットしましたと。そしてその年の11月8日、アナベル人形をテーマにしたスピンオフ作品を制作するというふうに発表されました。そして明けて2014年1月15日、成人の日、主演が決定しました。そしてその年の1月27日、もうすぐですね、12日後ですね、本作の撮影が開始されました。そしてその年の秋、まあ、ハロウィン時期という感じですよね。10月3日に公開になったということで、めちゃくちゃ早いですね。ほぼ1年ちょいで作り上げた映画という感じじゃないかというふうに思います。まあ、鉄は熱いうちに打て、的な感じで。資料館ヒットしたぞ、続け続けみたいな、そんな感じだったんでしょうね。まあ、資料館が2013年で、で、資料館の続編がありますよね。資料館エンフィールド事件。これの制作もこの時、まあ続編シリーズにしようっていうふうに決まっていたのかどうかよくわかんないですけど、まあエンフィールド事件の映画は2016年ですから、まあちょっと空くわけですよね。だからその間を埋めようっていうことで、アナベル人形をテーマにしたスピンオフという感じになったんじゃないかなと推測できるわけですけど、まあ急遽作ったからなのかどうなのか理由はわからないですけれども、非常にイマイチですね怖いんですよ、ホラー映画であって、これはで、ホラーシーンはきっちり怖いです。だからホラー映画としてはもう合格です。ホラー映画は怖ければ OK ですから、見てて非常に怖いですよね。だからホラー映画として OK なんですけど、多分脚本の時間が取れなかったっていうのがあったのか、うん、腕がなかったのか、どうもね、怖いんですけどちょっと足りてないという感じがね、僕には感じましたね。脚本イット・それが見えたら終わりの脚本なんですけど、正直イットも前後編じゃないですか。で、前編はめちゃくちゃ良かったんですけど、後編はなんかいまいち、っていうのがありましたよね。そういうところが、だからこのなんていうの、怖いシーンを撮るのは、作るのはすごく上手なんだと思うんですけど、話の整合性が取れてない、矛盾がたくさんあるというところが、非常に気になりました。皆さんもこれを見た、ね、アナベル資料館の人形を見た人ほぼみんな思うと思うんですけど、結局オーラスね、近所のおばちゃんの魂でよかったんかいみたいな、そこありますよね。そこも当然おいおいと思うんですけど、そこに至るまでの過程も全部どうもいまいちなんですよ。ということで、
今回は久々にすぐあはですね、文句たらたらです。なるべく僕動画を作るときに文句を言う感じの動画は作らないようにしよっかなっていうふうに思っていたんですけど、ただこの映画は怖いから映画としてはいいんですよ。ホラー映画としてはいいんですけど、その内容的にちょっとなというところがあったんで、そこをまあなるべくたくさん皆さんにここはこうだったから、どうも皆さんがこの映画にいまいち乗り切れていないところはこういう矛盾とかこういうよくわからないことがあるからじゃないですかみたいなね、そういったところをつっついていこうと思いますこの映画が大好きな皆さんにとっては今回は非常に嫌な回になるかもしれません。僕はこの映画好きです、ホラー映画でホラーは怖ければ OK ですから好きです。ただおかしなところがいっぱいあるでしょというところを言いたいという回です。ということで皆さん、この後もよろしくお願いします。まず最初に大切なことをお知らせしておきますね。この動画では続編のシリーズについては言及いたしません。この後のシリーズですね、だから資料館についてはシリーズのオリジナルですから言及はあるわけですけど、っていうかバンバン言及するんですけど、今回より後にできた作品については言及はいたしません。なぜなら続編というのは基本的には後付けだからです。ということでまず一番最初の冒頭ですね、アナベル人形の所有者の看護師さんのインタビューというところから始まりますね。これは資料館と一緒です。ただし資料館とはだいぶセリフが変わっていますね。資料館ではこう言っていました。まあ、最近人形の様子がおかしいんですと。霊媒師によるとこの部屋で亡くなったアナベル・ヒギンズという7歳の少女の霊が取り付いていると言われましたというふうに、まあ、この看護師の女の子たちはウォーレン夫妻にお話ししているというシーンでしたよね。でこれと同じシーンが本作でも使われているわけですけれども、ただ本作ではですね、この7歳の少女という設定が消されているんですね。資料館では確実に7歳の少女って言ってるにもかかわらず、本作ではここの7歳の少女っていう文章を丸々消されています。ダメでしょこんなことしちゃね。シリーズなんだから、続編なんだからダメでしょというふうに思うわけですね。他にも、まあ、資料館ではですね、このアナベルのことを孤独だったアナベルはというふうに看護師の女の子は言っているわけですけど、この部分を本作はですね、親を亡くしたアナベルはに変更しているんですね。で誕生日にこの人形は私の母がプレゼントしてくれたのよというセリフが追加されているということで、資料館に登場したアナベル人形をテーマにするにもかかわらず、アナベル人形そのものを変えてしまったらちょっとね、はい？というふうに、まあ、どうしてもなっちゃいますよね。なぜ変えたのか、変えずにいけなかったのか。いけたはずです、変えなくても。そもそもですね、この資料館に出てくる霊媒師というのはですね、アナベル・ヒギンズという名前を完璧に言い当てているかなりのやり手霊媒師なんですね。もしこの霊媒師が、まあ、インチキ霊媒師で新聞とかを読んでですね、調べて、まあ、適当に、あ、この部屋でこういう事件が起きたから、じゃあそれということにしてお金を踏んだくろうっていうふうに考えていたとしても、それだったらアナベル・ヒギンズの年齢を間違うはずがないですよね。だからアナベル・ヒギンズってのは7歳の少女じゃなきゃいけないわけですよ。それなのに本作では20代から30代ぐらいの女性にアナベル・ヒギンズは変更されていますね。この年齢の差というのが、もし悪魔の仕業ではないのだとしたらですね、脚本がいい加減だなと、ずさんだなというふうに思います。まあ、この映画最初からバッドエンドになることが決まっている映画なので、7歳の少女を最終的に殺さなきゃいけないという部分がどうしても出てくるわけですね。そこをひょっとしたら配慮したのかもしれませんこの映画年齢区分はいくつだっけ、ちょっと待って、あ、 PG-12 ですね。比較的緩いと言っていいかもしれないですね。 PG-12 は12歳以下は保護者同伴もしくは許可を得てみたいな、そんな感じですよね。だからここをクリアしたかったのかもしれないですね。そのために
7歳の少女が最終的には悪魔に殺されるっていうシーンを入れたくなかったっていうことがもしかしたらあるのかもしれないです。でもここの設定変えちゃっちゃね、よくないですよね。文句があります、僕はね。まあ、次行きましょうか。その後、教会で神父さんによる自己犠牲の説教がありましたね。まあ、これはオチの伏線ということになっています。で、脚本上、ここもまた本当に気になる。脚本的なのか、それとも、撮り方の問題なのか、よくわからないんですけど、この、まあ、ジョンとミアのフォーム夫妻と、その周囲のご近所さんとか、神父さんとか、まあ、いっぱい出てきますよね。その人たちとのこの関係性っていうか、別れ際が非常にね、嫌な感じなんですよね。一番最初はお隣のあのヒギンズ夫妻と、まあ、車に乗せてもらって、じゃあここで別れよう、さよならって言ってなるわけですけど、覚えてますよ、どんな感じだったか。ところで、子供の名前はどうするつもりなのって言って、まあ男だったらジョン、女だったらフィリスと名付けようと思ってます、みたいな感じで言うじゃないですか。で、まあ夫婦でちょっと言い合って、フィリスなんて嫌よ、みたいなね。そんな言い合いをして、その後のヒギンズさんのセリフが、あっは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 、そうか、じゃあ私たちはこれで失礼するよって言って、振り返って、家に帰っていくんですよ、ヒギンズ夫妻は。もうちょっと別れ際なんかあるんだろうって思うんですけど、ものすごく別れ際急に、はい、さようなら的なね、感じになるんですよね。一番最初、エブリンと出会った時も、本を渡して、これからもよろしくね、みたいなことを言うじゃないですか。で、その後、言うことだけ言って、後ろ振り向いて、真顔になってエブリンは去っていくんですよね。自分の用が済んだら、というか、セリフが終わったら立ち去る、みたいなね。そんな風に見えるんですよ。はい、私のセリフはここで終了。この後は後ろを向いて黙って立ち去るだったわよね。じゃあそうしましょうっていう風にやってるように見えるんです。撮り方の問題なのかもしれないし、なんだか演出のせいなのかわからないですけど、このご近所さんとかエブリンとの別れ際の見せ方が非常に嫌だという感じがありますね。嫌だっていう感じです。もうちょっと人間的なものを描いてほしいなっていう感じがね、するかなと思いますね。基本的にこの登場人物全員がですね、無理やり知り合いにしているっていう感じがあるんですよね。この例えばお隣のヒギンズ夫妻とこのフォーム夫妻、ジョン・ミアの2人は仲良しである必要はあんまりないと思うんですよね。だから奥さんのことを気遣うシーンとか、一緒に車に乗って帰るシーンとかはなくてよかったと思うんですよ。ただの普通のご近所さん程度で僕は良かったんじゃないかなと思うんですよね。なんかエブリンとも謎じゃないですか。急に出てきて本あげるわって言ってとか、なんか無理やり感があるんですよね。適当にこの本筋だけを考えて、そのつじつまを合わせるために登場人物とかの関係性を、ここはじゃあこういう関係にしとこ、ここはまあこういう関係で、こうすればこれで仲良しになったっていうことにしようよみたいなね、適当に書いてる感じがして非常に嫌だなというふうに僕は思いますね。それと本作にいっぱい出てくるよくわからなかった伏線なのか何なのかのシーンですね。まずさっきも言った、男ならジョン、女ならフィリスと名付けようと思っていますと。でもフィリスっていうのは嫌われ者のあなたのおばあちゃんの名前だから嫌よっていうお話があったんですけど、この話何だったんですか。いい意味がわからないですね。それとジョンに、これからはちゃんと鍵をかけてね、今までなんか鍵をかけないっていう田舎者みたいなことをしてたけど、これからはちゃんと鍵をかけるようにしてっていう、いかにも伏線っぽいセリフがあるんですけど、これ特に何もなかったですね。鍵をかけていなかったせいで何かが起きたっていうことはないですよね。まあ、あえて言うんだったら、あの夜中にミアの家に、アナベル・ヒギンズとその恋人が侵入したっていうシーンがあって、ああちゃんと鍵をかけていなかったからなんだっていうふうに思えなくもないですけど、あの場面できっちり毎回毎回鍵を閉めるってことはまずないですから、
夫はね、旦那は今外にいるわけだし、これは伏線になってないですよね。それとジョンは医学生なんだっていうこの設定も何の意味もなかったですね。医学生でお金があんまりない、お金があんまりないのにもかかわらず高価なお人形を妻のミアにプレゼントして、これからはやりくりをちょっと切り詰めていかないとな、みたいなことを言っていたんですけど、ちょっと意味が分かんないですね。何らかの仕事に就いていることは必要なんですけど、医者とか例えば弁護士とか学校の先生とか、そういったなんか警察官とかでもいいですよ、そういったどちらかというと特殊なタイプの職業の場合は、そこに何らかの理由がないと、なんでその設定にしたのっていう風にね、なっちゃいますよね。で、ジョンは医学生でお金がないにもかかわらず、すげえでかい家に住むし、引っ越しもすぐできるし、その辺もちょっとよくわかんねえなっていう風になっちゃうんですよね。それとまあ、引っ越し先の後ですけれども、上の階の奥さんの足音みたいのがすごく気になるみたいなね。気になるというか、ミアは、それに神経質になっているみたいな、そういったのがあるんですけど、この伏線も何も関係なかったですね。まあこれもあえて言えば、悪魔が登場した時に上の足音っぽい音でドンドンドンっていう音がしていたけど、別に悪魔が上に住んでたわけじゃないですから、ちょっとな意味がわからないですね。あと階段でお絵描きをしていた子供ですね、これも全く意味がわかりません。何だったんでしょうか。まあ、後で子供が描いたっぽい不吉な絵っていうのが出てくるんですけど、その不吉な絵も何のために出てきたのかよくわからないですから、あれが悪魔が描いたのだとすればですね、あの子供が描いた風不吉な絵、トラックに惹かれるっていうね、不吉な絵を悪魔が描いたのだとしたら、一体悪魔は何のためにそんな絵を描いたんだっていうふうに思うんですよね。警告しているの？トラックに気をつけなさいっていう警告をしているのか、何なのか、ちょっとよくわかんないですね。一体この伏線っぽい感じで登場している全く伏線になっていないものの数々は何だったんでしょうか。わかりません。伏線っぽかったけど伏線ではないっていう謎のホラー感だったんですかね。ちょっと何とも言えないなというふうに思っております。まあ要するに下手なんですよね。下手なんです、伏線の出し方が。困ったもんです。さて、テレビではマンソンファミリーの事件が流れていました。マンソンファミリーというのは1960年代から70年代にかけて実際にあったカルト教団ということですね。Once Upon a Time in Hollywood でも出てきましたよね。ハリウッド女優のシャロン・テイト殺害事件で有名な、このカルト教団殺人事件があったわけですけれども、アナベルとは無関係です。出てきただけです。これはテレビで出てきただけ。アナベルが入っていた教団は羊の使徒たちという名前のカルト教団に入っていたというふうにちゃんと語られていますね。まあそういう時代だったみたいなね、そういうことをおそらく強調するために実際にあったこのマンソンファミリーの事件を映画の中に取り入れたのでしょうけどね。まあそういうことがありましたということですね。まあ別にこれは悪くはないです。いいと思う。で、次、やたらと強調されるミシンというのがありましたね。非常に怖いですね。あのミシンをガーって縫って手元を見せるあのシーン。めちゃくちゃ怖いです。いつかどうにかなっちゃうんじゃないの？よそ見しながらミシン縫ってちゃ危ないんじゃないの？おー、大丈夫大丈夫、手がなんか結構近いよって思っていて、意外となんともないっていう。刺して活躍しないミシンというのが何だったんだいとなりますね。もう言っちゃえば指先縫っちゃえよと。そこまでやるんだったら何らかの何かで、悪魔の力でも何でもいいから、ちょっと傷がついた程度でしたよね。もうガガガガガガって爪が割れるぐらい縫っちゃえばよかったのにってね、ちょっと思いました。なんだよみたいな。で、とうとう登場ですね。以前からミアが欲しがっていた白ドレス&赤帯人形シリーズの最後の一体ということですね。全く可愛くないです。彼女は一体なぜこんな人形を集めていたんでしょうか。もう意味がわかりませんね。本当に可愛くないですからね。最初は可愛かったけど、
いろんなオカルト現象が起きた結果怖くなった可愛くなくなったのではないですからね。あのほぼ新品状態のあの状態の最初から可愛くないですから、なんじゃこりゃとなんでこんなのが欲しいのかちょっと意味がわからないですね。他に並んでるいろんな人形とも同じ趣味の人形とも思えないですし、なんであれが欲しかったんでしょうか。なんであれが欲しいのかの説明が欲しかったなっていう感じがしますね。で夜お隣さんが悲鳴を上げるということになります。まあここから事件が起き始めるわけですね。ジョン、ジョンと起きて、お隣さんから何か物音がしたわって言って、ジョンがよし分かった、じゃあまあちょっと見てくるよって言うわけですね。そうするとミアは警察に連絡した方がいいんじゃないっていうふうに言うわけですね。じゃあお前が連絡すればいいじゃんと思うんですけど、まあ、全体的にですねこの映画に起こる数々の不思議な出来事について、映画全体的にこのジョンの不注意のせいでこうなったみたいにしたいっぽい感じが伺えるんですよね。例えば鍵の件でもそうだし、まあ、今回の警察に電話した方がいいっていう忠告を無視するとか、まあ、いろんなね旦那に相談するけど旦那はちゃんと取り合ってくれないみたいな、そういったところが、ジョンのせいにしたいみたいなね、そういったところがあるような感じがするんですけど、でも実際はそれは無関係ですね。別にジョンのせいじゃないし、ジョンのやってることが普通と違って理不尽っていうわけでもないし、かといってミアの言ってることが正しいからジョンは毎回間違った行動をしていたっていうわけでもないし、ちょっとよくわからないですね。このあたりもジョンっていうものを伏線にしたいという感じがあったのかもしれないけど、下手という感じがあります。まあ、そうやって見てると、ジョンがですね血だらけでお隣さんの家から出てくるわけですね。でどうしたのっていうと、僕の血じゃない、君は家に戻ってすぐに救急車を呼べというふうにジョンに言われます。おかしいですねこのシーン。まずジョンはヒギンズさん家の電話を使いなさいというふうに思います。今だと各々家電がなくて携帯しか持ってないっていう場合があると思うんで、で携帯はどこにあるかちっちゃいし分かりづらいっていうのがあるんで、携帯を探している、ちょっと探したけどそう携帯どこにあるんだ分からない、ロックがかかってるとかね、例えばね、一旦家に戻って電話をかけようっていうふうに思って出てきたんなら分かるんですけど、これ60年代のお話ですよね。電話っていうのはだいたい玄関先にあったりとか、だいたい分かりやすいところにあるんですよ。電話って電話が分からない場所にある家なんて 100% ないです。電話は絶対に分かりやすいところにご鎮座しているわけです、当時は。だからその電話を使いなさいっていうふうに思いますね、ジョンがね。ヒギンズの家でそうするべきなんですね。いやそんなこと言ったって、いや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 、電話線が切られてたんじゃないのというふうに思うことも、まあ電話線を切る理由はアナベルにはないと思うんですけど、アナベルがわざわざ電話線を切って親の殺害に踏み切ったとはちょっと思えないんで、電話線は多分切られてないとは思いますけどね。アナベルが電話線を切る理由があまり思いつかないんで、電話線は切られていないというふうに思います。だからジョンが一旦家を出てきた、ヒギンズさん家の家を出てきた理由がよくわからないということなんですよね。もちろんミアが近くにいるということも知らなかったはずです。ミアは多分家にいるだろうというふうにジョンは思っていたはずですから、外にいるミアに電話をしろと言いに行こうっていうふうにも思わないですよね。ちょっとここがよくわからないと、謎ですね。ジョンの行動が、電話線が切られていたっていう可能性は僕はほぼないと思います。まあでも切られてたんですかね。そこまで用意周到にあの役中のアナベルと恋人がやってたんですかね、わかんないですけどね。まあそういうことがあって、まあミアがお家に戻って自分の家で電話をかけますね、警察に。救急車をお願いって言ったのに最終的に来たのは警察だったっていうのもなんだろうなっていう感じはしますけどまあ血だらけだったんでっていうふうに言ったから、救急車と同時に警察も来たのかもしれないですけどね、まあ、ピーポーピーポーとか鳴ってなかったんでどうだったんだろうと思いますけど、ただまあアナベルがまずこっそりとミアの家に侵入してきましたよね。そしてそのアナベルさんは
なぜかまっすぐ人形の部屋に行くわけですね。なぜそんなとこに行ったんでしょうか。そもそもですね、このアナベルはアナベルなのかどうなのかっていうところが問題点ですね。雰囲気的にはもうこの時点でアナベルはアナベルではなく、アナベルの中に悪魔が入っているような感じがしますね。もうあれは悪魔に乗っ取られたアナベルだったという感じがしないでもないですね。だとしたら余計に人形をまず取りに行くっていう意味がよくわかりません。アナベルの中に悪魔が入っていないとしても人形の部屋に行く意味はわかりません。前提的に意味がわかりません。いやいや、人形部屋に将来生まれる子供部屋があったからそこに子供を求めて行ったんじゃないのっていうふうに思うかもしれませんけど、アナベルは別にミアの家に何度も来ているお友達じゃないですから知らないですよね、あの部屋に子供部屋があるとか。そういうことをまっすぐあっちの部屋に行ったという意味がわかりません。悪魔は人形が好きなんでしょうか。そんなわけないですね。アナベルさんが人形が好きだったんでしょうか。多分違いますね。で、人形を抱えて、お前の人形が気に入ったって、まあ言うわけですね。あの声的にはもう悪魔が入ってるっぽい感じがしますけど、何をしたかったんでしょうか。悪魔の目的ってそもそも一体何だったっけというところから、この映画の矛盾が出てくるということになるわけです。悪魔の目的とは何だったのかを次はお話ししようというふうに思っております。さて、これは資料館シリーズです。で、資料館では悪魔の目的は何だと言っていましたか？ウォーレン夫妻はこう言っていましたね。悪魔の目的は人間に救うことだと言っていましたね。まあ、救うというのは非常に曖昧な言い方でよくわからないんですけど、要するに体を乗っ取るとか、そういった意味ですよね。まあ、一般的に悪魔の目的っていうのは何かというと、神の存在を否定して人間を堕落させること。これが悪魔の目的です。そのために悪魔は人間を操って、まあ、例えば人間に、お前にはもう働かなくてもいいぐらいの金を与えてやるとか、主治肉林、世界中の美女という美女をお前に与えてやるとか、そういう甘いことを言うわけですね。そう言って人間を堕落させる。それが悪魔の上等手段ですよね。悪魔は何のためにそれをやるかっていうと、基本的には悪魔っていうのは神と戦っているわけですね。で、神が作った人間を堕落させること、神に背かせること、それが悪魔にとっての神への復讐みたいな、そういったところがあるわけですよね。それがまあ一般的な悪魔の目的で、もう一つ、資料館のこのシリーズではですね、まあ少なくとも資料館では、オリジナルの資料館ではですね、悪魔自身が自らの格を上げるために神からの授かり物である子供を母親自身が悪魔への生贄とするというのがありましたよね。これをさせるために悪魔は母親の体を乗っ取るわけです。悪魔は母親の体に乗っ取って神からの授かり物である自分の子供を悪魔に捧げるということをして、神を侮辱するということを悪魔はしているということが資料館ではありました。非常に良いですね、資料館のこの悪魔の設定は。ということを踏まえて、今回のアナベル資料館の人形において、アナベル・ヒギンズとその恋人は一体何をしようとしていたのかですね。まずエブリンが、本屋さんのエブリン、ご近所さんのエブリンがこう言っていました。悪魔の目的は人間の魂よと言っていましたね。おい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 と、目的が変わっちゃってるねとなります。これ神父さんも言っていました。悪魔の目的は人間の魂だと言っていましたね。悪魔の目的が変わってしまっているわけですね。どうやらこの映画の悪魔はですね、人間の魂が欲しいわけですね。人間の魂が欲しいから悪魔はずっとミアを攻撃し続けているんだということになるわけですね。ちょっとよく意味がわかりません。どうですか。ミアは警察を呼んで事件の詳しい説明を求めました。その時警察の人はこう言っていました。アナベル・ヒギンズはカルト的なまじないをしていた。まあおそらく悪魔を呼ぶためにそういうまじないをしていたんでしょうというふうに言っていました。で、エブリンの
本屋さんにあった本をミアが調べるとこう書いてありました。悪魔の標的は心の弱っている人間、餌食にする魂を探している、まじないを実行するには親族の血を流し無垢な赤子の血を流す、こう書いてあったわけですね。だんだん皆さんも矛盾に気づいてきますよね。この本の中で紹介されているまじないというのが何のためのまじないなのかっていうのは、正直よくわからないんですけど、普通に考えれば悪魔を呼び出すまじないだというふうに思っていいと思います。つまりですね、お隣さんの2年前にいなくなってヒッピー生活をしていて謎のカルト教団に入っていたアナベル・ヒギンズさんはですね、この悪魔を呼び出すまじないというものをしていたということになると思います。悪魔を呼び出そうとしていたわけですね。そのために自分の親を殺したわけですね。親族の血が必要だからです。そしてさらに無垢な赤子の血を流すことが必要だったわけですね。そうすることによって悪魔を呼び出すことができるということになりました。だからアナベル・ヒギンズは自分の親を殺して、次に赤子の血を求めてミアの家にやってきたとなるわけですよね。つまりまだ赤子の血は流れていないわけですね。で、結局赤子の血は最後まで流れていません。ミアはお腹を刺されましたが、傷は羊膜にまで達してはいなかったわけですね。っていうことはどういうことですか？悪魔は呼び出せていないんですよ。悪魔を呼び出すまじないは途中で終わってるんですよね。まじない自体が成立していません。それなのにもかかわらずですね、完全にこの映画では悪魔が登場しています。一体どういうことなんでしょうか？悪魔は呼び出せてないんですよ。呼び出すまじないの途中で中断されたままなんですよ。一体どういうことなんでしょうか？なぜ悪魔は出てきてるんでしょうか？アナベルは自分の流した血を、あの人形に垂らしてですね、で、それからというもの、アナベル人形には何か悪魔的なものが乗り移っているということになってるっぽいですけど、アナベルがあの時点でやったことは親を殺しただけですから、それで悪魔は出てきてないんですよね。ということはあの人形に宿っているのは悪魔ではなくアナベルの幽霊なのかというと、おそらくそうではないんですね。これはシリーズの前作である資料館で言っていましたね。幽霊にはそんな力はないって言ってましたよね。だから資料館に出てくる幽霊っていうのは、自爆霊的な感じでその場に留まってわー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 ちょっと言っている人間を脅かす程度のことしかできていません。アナベルの中にいるのは悪魔だというふうに考えていいでしょう。でも悪魔は呼び出せていないわけです。で、万が一ですね、万が一、奥が一、腸が一、悪魔の呼び寄せにすでに成功していたとしてですね、まじないは終わって、まじないは途中で中断されてしまったけど呼び出しに成功していたとしてですね、じゃあ一体その悪魔は何をしていたんですかってことですね。資料館の悪魔は母親の体を乗っ取って子供を生贄にするということをしていましたよね。すごくよくわかりますよね。でも今回の悪魔は何をしていたかというと、散々ミアのことを脅してですね、最終的には娘を神隠しにするということをしていたわけですね。それでいて、さあ娘を返して欲しかったら娘の魂をよこせっていうよくわからないことを言っているわけですね。悪魔は一体何をしようとしてるんでしょうか。ちょっと今回の悪魔頭が弱いんですよね。もう一回言いますね。そもそも悪魔を呼び出すまじないが完了していないのに悪魔が登場しているというのがおかしい。そしてこの悪魔はですね、ミアの妊娠中からミアのことを殺そうとしていました。リアが生まれた後もミア、そしてリアのことを殺そうというふうにしていました。これではですね、悪魔ではなくただの殺人犯ですね。一体この悪魔というのは何をしようとしているんでしょうか。なぜ資料館の時のように母親の体を乗っ取らないんでしょうか。こうやって脅し続ければいつか分かったわ、娘の魂をあげますって言うと思ってんでしょうか。もうね、ダメなんですよ。悪魔がバカなんです。やりたいことの意味がよくわからない、それが今回の映画ということになるわけですね。スグワの文句はまだまだ続きます。
さて神父さんが、まあ、人形を持って行って、そして悪魔にやられたわけですね。入院先でジョンに向かってこう言っていました。神父さん、悪魔が現れた、姿を見た、存在している、何としても奪う気だ、彼女の魂を、と言いました。ジョンが、どうやって、リアが承諾しないと奪えないんじゃ、と言っていました。この前の神父さんのとのお話で、悪魔っていうのは承諾がないと魂を奪うことができないという話をしていたわけですね。まあ契約をしなきゃいけないわけです。その契約がリアとでは成り立たないじゃないかというふうにジョンは言ったわけですね。そうすると神父さんは、まあそうなんだけど、そもそも赤ん坊は承諾はできないでしょうというわけですね。ということはミアが承諾をするっていうことか、みたいな、そんな感じのことを言っています。まあ、何度も言いますけれども、資料館と整合性が保ってていないんですね。資料館では悪魔との契約、承諾といったものはないままにですね、キャロリンの体を乗っ取って娘を殺そうとしていましたよね。キャロリンは悪魔に魂をあげるわとか、私の体に入る許可を与えるわなんて一言も言っていません。そんなことはなかったわけですね。でも今回のお話では承諾をしないといけないということがプラスされてしまいました。シリーズですから設定は統一していただかないとダメだと思うんですよね。悪魔は魂を欲しているっていう新しい要素を出してきちゃまずダメだし、悪魔の目的は人間に救うことだし、人間に救うために人間を騙すっていうんだったら OK なんですけど、そこの設定がもう変わっちゃってる。そして承諾が必要だっていうところも前作ではなかった設定だったし、ちょっとねダメなんですよね。まあそもそも、もう一度言いますけど、悪魔がいつ来たのかが全くわかりません。いつから悪魔はここにいるのか、そしてなぜこの悪魔は魂が欲しいのかわかりませんよね。で、まあ最初は娘の魂をくれ、娘の魂をくれって言って、娘の魂はあげたくありませんって言ったら、じゃあお前の魂をよこせって言ってくるわけですね。私の魂をじゃああげようかしらってなったら、ジョンに止められて、私がやるわって言って、近所のおばちゃんが魂をあげますということになって、エブリンが、まあ死んだわけですね。そうすると、悪魔は満足したわけです。ああ、魂もらった、よかった、よしよしって悪魔はなったんですよ。なぜ悪魔が満足したかとわかるかっていうと、戻ってきてないからですね。アナベル人形は捨てても戻ってくる能力があるんですね。人間の魂を奪うまでしつこく戻ってくるんですよ。ゴミ箱に捨てても戻ってくるし、神父さんに預けても戻ってくるんですね。でも最後は戻ってきませんでした。リサイクルショップに陳列されていたわけで、つまり悪魔は満足したんですよね。エブリンの魂でオッケーってなったわけですね。なんじゃそりゃとなりますね。まあ、この映画最初から最後までずっと矛盾と前作との整合性っていうのが全く取れていないんで、だから見ていて多分皆さんそう思うと思うんですよね。なんか違うな、なんか足りないなっていうふうに思うのはそこだと思うんですよね。だからこの映画を無理やりストーリーの成立をさせるとどうなるかっていうと、まず悪魔を呼び出すまじないというものはそもそも花から存在していないということになります。そして悪魔はつまり最初からそこにいたわけですね。で、隣のお嬢さんアナベル・ヒギンズはもうずっと悪魔に救われていたということになるわけです。まあこれがなぜなのかは分かりません。何らかの理由でということになると思います。まあカルト教団にいたっていうところで、アナベルは悪魔に救われてしまったということでしょう。だから悪魔を呼び出すまじないというものはそもそも必要ありませんでした。つまりヒギンズ夫妻は殺される必要など全くありませんでした。そしてミアとかリアが狙われたのは単なるアンラッキーによるものでした。赤子の血というものは必要ありませんでした。すでに悪魔はいますからね。で、この悪魔が望んでいるのは人間の死というものなんだということですね。魂とかではないんです。悪魔はとにかく人間の死が欲しいだけなんです。だから誰でもいいから殺したくなっているわけですね。
つまり今回の悪魔は資料館の悪魔とは全くの別物なんだということです。だから資料館でウォーレン夫妻が言っていた悪魔の目的は人間に救うことではないんです。あのエド・ウォーレンさんたちが間違いという意味ですね。悪魔の目的は人間を殺すことです。ただの殺人鬼なわけですね。で、この悪魔に一度目をつけられたらもうどうしようもないんだということです。逃げることはできない。まあここはいいですね。ただし人間の死を望んでいる悪魔ですから、誰かが死ねば満足。一旦そこから付きまといはなくなると、ストーカー行為はなくなるということになります。で、次の獲物を悪魔は探すということになります。だからそもそも心が弱っているとかその辺も全く関係ありません。最終的に今回死んだエブリン、近所のおばちゃんエブリンは全く心が弱っていません。むしろ強い心を持って死んだわけですね。それでいいんです。魂とかじゃないですから。ただ単に人間が死ぬところが見たいっていうのが今回の悪魔の目的なわけですね。ということで、それだと全く面白くないですね。ただの殺人幽霊という感じになってしまいます。資料館はあんなに良かったのに、この続編のアナベル資料館の人形は非常に足りない映画となってしまいましたね。まあ最後に教会の神父さんが言っていました。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないということで、この言葉は新約聖書ヨハネによる福音書第15章の13行目イエスからの命令です。これを引用していたということになりますね。まあ、あの近所のおばちゃんとミアがそこまでの友人関係だったのかっていうのもちょっとよくわからないし、全く描けていないし、まあ僕じゃなくてもこれを見たら不満に思う人は多いだろうなという感じはしますよね。で、ラストですね。リサイクルショップにやってきたおばさんがいて、看護師の娘への誕生日プレゼントにと言って、全く可愛くない薄汚れた気持ち悪い人形を買っていくということですね。この看護師の娘さんは以前ジョンとミアが住んでいて、アナベルとその恋人が死んだあのアパートに今住んでいるんだということになります。そしてまあ冒頭に続くみたいな、そんな感じになるわけですね。無理があるんじゃないかと。なんであの人形をさ、あのおばちゃんはさ、看護婦さんのお母さんはさ、これが娘が欲しいのよとか言ってたんでしょうか。もうよくわかんないんですよね。まあとにかくこの映画はバッドエンドが前提のスピンオフ作品としてスタートしたんだというふうに思います。それでじゃあどうしようかっていう考えた結果ですね、人形に悪魔が取り付くっていう過程を描こうと。で、それが看護婦のあの娘たちに行き渡るまでの過程のお話をしようというふうに思ったわけですね。だからバッドエンドが決まっていたわけですから、バッドエンドにすればよかったんですけど、なんかちょっと最後救いを与えたくなっちゃったんでしょうね。なんかやっぱ世間体を気にしたっていうところがあるような気もするんですけど、まあ7歳っていう設定を外したとかその辺もそうだし、最後嫌な気持ちで終わらせずに多少救いのある終わり方にしたかったっていうのがひょっとしたらあるのかもしれません。だから最終的に主人公たちは死なずによく知らない謎のおばちゃんを殺すということになったみたいなね、そういう感じになったのかなっていう感じですね。おそらくまあ資料館が大ヒットして2匹目のドジョウを狙おうということで、あの人形なかなかいいキャラクターしてたからグッズ展開とかもできそうだし、あの人形をメインにしてハロウィンの時期に合わせて公開できるようになるはやで作ってしまえみたいなね、そんな感じがあったんじゃないかなというふうに思います。その結果資料館との整合性も取れずに、しかもこの作品の中だけでも矛盾がたくさん生じてしまうという二流の出来の映画になってしまったんじゃないかなというふうに思いましたね。ただしホラーシーンはちゃんと一級品ですね。ホラーシーンは非常に怖いです。なのでホラー映画としては合格です。ホラー映画は怖ければ OK ですから、別にストーリーが何か矛盾があろうがなかろうが、怖ければホラー映画はそれで OK です。ただしストーリーがおかしくなかったらもっと良かったねということです。資料館はそれができていました。今回はそれができていませんでした。
そんな感じのお話。これが、スグアによるアナベル資料館の人形についてのおしゃべりということになります。ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。ということで、資料館シリーズ第2作目ですね、アナベル資料館の人形について今回お話ししたわけですけれども、やっぱどうしてもね、文句ばっかりになってしまいました。僕もこれまとめながら、今回ちょっと文句会になっちゃうなーと思いながら、でももうしょうがねえなって思ってね、なるべくいいところ探してっていう風にもやろうかなって思ったんですけど、まあでも、例えばみんなのレビューを見ても評価低いですし、今ウィキで興行収入とかいろいろ見てるんですけど、これを見てもね、やっぱちゃんとアナベル資料館の人形、これだけ、まあ北米の興行収入を見ると一桁少ないですね。やっぱバレるんですよね。シリーズの面白い映画の続編だとしても、出来が良くなかったらやっぱダメなんですよね。批評家からの評価も、資料館は 86% がいい批評としてるのに対して、アナベル資料館の人形は 29% ですからね、非常に評判も良くないですね。こうやって見ると他は軒並みいいですからね。まあ資料館のシスターも低いですけど、やっぱ難しいですね。ホラーシーンは本当にちゃんとバッチリ怖かったのにもかかわらず、内容がいまいちだったんですよね。結構海外の批評家の声とかも見ても、怖かったけど資料館のようなインパクトはなかったみたいなね、そんなのがあったりしますね。まあ難しいですね、映画は本当に難しい。でもやっぱりホラー映画っていうのは作りがいも多分あると思うし、観客との勝負っていうね、そういったところもあると思うんで、やっぱ面白いなっていう風に思ったりしますね。ということで皆さん、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッターフォローをどうぞよろしくお願いいたします。取り上げてほしい映画のリクエストありましたら、すぐあのチャンネルの中に入っていただいて、コミュニティというところに書き込んでください。サブチャンネルよろしくお願いいたします。今ガンダムを見ています。僕ガンダム見たことないんで、ガンダムを初見で見るっていうね、ただ見るだけの動画ですけど、それをやっております。LINE スタンプも発売中です。そして、スグア家老のお暇なら本で映画の話でも、こちらも絶賛発売中でございます。全国書店、Amazon、Yahoo ショップにて購入可能です。その他、いろんなところでも売っていますんで、ぜひご購入ください。絶版になってしまう前に買っておいた方がいいんじゃないかというふうに思いますよ。そして、ぜひですね、SNS やっている方、皆さん、スグアのことを話題に出していただきたいなというふうに思っております。やっぱり口コミが一番大切というのがねあるんで、まあ時折僕もこの締めのところで言っていますけれども、そのあたりもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回は資料館シリーズアナベル資料館の人形についての独自解説ということでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。